まあ、東京戦でもいい形でスリーポイント入れてるんですよね。引きつけて関野からライアン・ケリー。やっての最後のフィニッシュがちょっと今、入ってないですよね。今こういう感じですよね。残したか、サザランドからジャクソン、ライアン・ケリー。森真です。牧が見る。森真自分で行きました。いや徐々に効いてますよこれ、シビアのディフェンスが。渡辺ケリー、おお、また打ちました。アーリーオフェンス、ファーストブレイク、セカンダリーブレイクとか言いますけど、ここでついてないですよね、サザランドがですね。いけなかったですよね。いけると思うんですよ、ケリー選手。川谷、武田、サザランド、ベクトン、チェンバースという5人の横浜です。エンドラメバスケットカウント。いやベクトンがファールですが、この後ですね、もうオフバランスになってるので、はい、あそこで手を下げてベクトン選手ファールしなくてもいいんですけどね、見てる人が多いんですよね、オフェンスで、はい、おー、通りました、ライアン・ケリー。ナイスパス。も通して1クォーター、2クォーター、3クォーターの3分終わってからですね、もうずっと言い続けていることですよね。なぜキャッチアップしないのかっていうことですよね。田渡が最初山内を見ましたが、それをうまく山内かわして、ハンターコート残りが3秒、秋山3、リバウンドは杉浦、狙ってた秋山、パスになった、ベクトン。渡辺が取った、走ってるのは森真、ジャクソンも中にいる、秋山が戻った、パスにあった、野口、ジャクソン。ワオ、かなりヘルポジションで動いてるんですよね、ここで1クォーター、2クォーターもですね。なのに、いまだにまだそういう風に捕まえないっていうのは何なんでしょうね、ちょっと最後、第3クォーターの最後に田渡亮が決めて一つ返した横浜。ただこの第3クォーター、これ横浜ブースターも今日たくさん応援来てくれますからね。いや、来てます、はい、いやだから本当にブースターのためにもですね、もう一回ディフェンス頑張ってほしいですね。おー、止まらない、またライアン・ケリー。関野、ケリー間で受けて、ファイサンバー。サザランド、広瀬がついていましたが、それを20点差まで持ってきましたよね、はい、スタミリッとはいえ開きました、小原超えた、小原。これでブザーが鳴りました。